はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリーです。今から始めるドラクエ10続きやっていきたいと思います。さてと、本日も続きですね。失われた時を探しての月の輝く時ですね。だんだん敵が強くなってるんでそろそろ勝てなくなってしまいそうな気がする。かといってね、僧侶以外でやるっていうのもちょっとあれなんでね。どうしたんだ、バラルみたいなんてリトル大胆発言だったかな。なんか意外と好きですね、この ヒストリカ博士。てってれー、何、白の機動石か。なるほど、今度は白だね。南西の白きモロハの塔へ55。オッケー、もう慣れっこですね。この黒ニコのまたツッコミがまたいいな。OK、 じゃあ白の起動石ね。アカデミックな視点とは別に、おお、物語には楽しみと。かな。で今回も、サポートメンバーといたしまして、シュートさん、ソータムさん、マープルさんに入っていただいてます。どこだ、白、お、ここじゃん。ここだけど偽の方行かなきゃいけなかった。今回は近くていいですね。ということは最後が黒になるのかな。いやー、まだ勝てると思うんだけどね。まあサポートのメンバーが強いので死なないように気をつけてれば、時間かければね勝てるとは思うんですけど、その死なないようにってのが問題なんだな。あ、黒もここじゃん。近いですね、最後2つは。さて今回の橋の色は白だろうな。白、早速行ってみましょうか。モロハの塔っていうのがなんか名前が気になるな。どういうことだ、モロハの塔って。やっぱり白だね。あ、やばい、またあの作戦忘れてた。貴様はってなんだ、貴様はって知ってんのか。お前のこと全然知らないけど。強いでだんだんいけなくなってきそうな予感がするぞ。モロハでしょ、攻撃するとこっちもやられるんじゃないか。逃げよ。あ、そういうことするのか。こんなのやってる場合じゃなかった。まあベホイムやってるからいいとして、マープルさんの方が全然優秀だからな。こういうのやってくれてるんで、正常を配っておこうかなと。そうだ、ベホームの設定するのを忘れてた。やばい、これやばいっしょ。あ、やべ、死んでるわ。
こんなことやってる場合じゃないか。死ぬわ。ギリギリ生き残ってる。ちょっとこれロストアタック入れよう。あ、この武器じゃダメかな。あ、死んじゃったわ。ロストアタック入れる場合死んでるわ。でも黄色くなってるから大丈夫そうっすね。さっき来たけど死んじゃうんじゃないか。スキルと入れて、踏みつけられた。死んでもうてるぞ。これ生き返らすのは蘇生系というか回復系を持ってる人から優先するみたいですからね。その辺だけは普段見てて分かりました。でロストアタック入んないかな。入んないね。やば、終わっちゃったか。スラッチャージ来たので入れてもしょうがないな。これで入れよう。よし倒したね。よかったわ。ちょっとベホイム設定しなきゃダメだ。忘れちゃうんでここでやろう。ここで設定するのもなんだけど、バトルコマンドだっけ。バトル時呪文、スカラーいらないよね。これでいいかな。ベホイム、ザオラル、こんな感じでいい。ホイミはあんまり使わないかな。リベホイミもそんなに使わないもんな。まだマヌーサとかこっちの方がいいんじゃないの。呪文封じを直す、眠り、毒、どうですかね。ズッシードとかもまあまあ使う時もあるけどな。まあこんな感じでいいかな。ベホマラーを一番上っていうのはあれかな。こんな感じかな。ベホイミ、ベホイム、こうか。難しいとこだな。とりあえずこれで一回やってみようかな。
宝箱はなかったね。まあ今やることじゃなかったけどね。どうしても忘れちゃうんですよね。思い出した時にやらないと。ということで、真の方の塔に行って宝箱を取りに行きましょうかね。スキップします。こっちか。しかもノーカットでやってるからね、今回このシリーズは。楽ですね。編集がね、非常に楽。エンコードするだけだからね。通常ね、このファイルで撮ってるのが、なんてファイルだったかな ?AVI ファイルになるんだったかな。非常にね、ファイルサイズが大きいんですよね。で、YouTube に上げるのに、ファイルサイズが大きすぎて上げられないので、エンコードっていうので、MPEG4 にね、ファイル形式を変えて、ファイルサイズをね、ちっちゃくしてるんですよね。それをエンコードって言うんですけど、だいたい今の私のパソコンで1時間ほどエンコードでかかるんですね。今回のお宝は精霊石。もう意外なもんだったぞ。精霊石はあれだったかな、職人で使うかな。なのでね、エンコードをするだけでできるので非常に楽なんですよね。いつもはだいたい 4、5 本に分けて、撮影してるので、それを編集でね、つなぐんですよね。編集でつないで、その後エンコードするって感じなんですけど、そのつなぐ作業がないので楽ですね。まあそれでもドラクエの編集はすごい楽っちゃ楽なんですけどね。ということで、持ってきたよ、古い手記。さて、さあどんな展開？そうそう、失踪事件があったんですよね。異変は起こった。きたな。放心状態の男が一人リンジャーラの住む中央島へ入っていくのを見かけたんだ。シュは男の後をつけていくことにした。この緑色のがシュなのかな。男を追ってついたのは中央島の周辺に立つ5つの塔の1つだった。中央島の周辺に立つ、ああ、これ今バダルさんが回っている塔の1つですよね。そして塔の中で我々は信じがたい光景を見た。うわ、なんだ。そこだ、異形の魔人が男を頭から、その傍らには表情のないリンジャーラがおり、シュは厳しい表情で彼に詰め寄った。なんだ。リンジャーラは宝珠を闇に染め、魔人を召喚し、強大な力を得たのだと告げた。国を豊かにするにはその力が必要なのだと。ちょっと魔物に呪われてんじゃないか。主が何か言おうとした瞬間、塔が大きく揺れた。私たちが慌てて外へ脱出すると、5つの塔から無数の魔人たちが次々と溢れ出していた。うわ、それで町を壊したのか。リンジャーラのせいじゃないのか。わい、どうしたんだリンジャーラ。いや、そんなサマナーじゃなかっただろう。ヒストリカイズパニック、ヒストリカイズ落ち着いて。なんだこの二人。まあ俺はもらうけどさ、神秘のカード、なんだっけ神秘のカードって。なるほど。残るは最後の塔のみか。
オッケー、じゃあ終わりました。レベルも上がりましたよ。66になりましたね。66、まあ順調に上がってますね。まあレベル上がっても腕が上がんないとね、僧侶は役に立たないかな。ということでリンジャーラがなんか血迷っちゃいましたね。どうして血迷った、そう、どうしてっていうところが問題なんだろうな。その辺が最終話になるのかな。次でどうしてが分かって最終話でそれを元に戻すのかな、分かんないですけどね。まあということでね、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございます。